これ、いつ氾濫が起きてもおかしくない状況です。どうも、非イスル国 TV のお時間です。いやー、ひどい。マジでひどすぎる。今回はほとんど取り上げなかった話題ですが、西村大臣による酒類の提供禁止の要請を守らない飲食店に対し、金融機関に働きかけを要請するという発言は、さすがに速攻撤回されたものの、ネット上でも荒れまくってます。個人的にも黙ってられない内容をご覧くださいませ。4度目の緊急事態宣言が発出される東京。政府は酒の販売事業者に対し、酒類の提供停止などに応じない飲食店との取引の停止を求める方針を示しました。政府は感染対策を強化するため、宣言の対象地域では飲食店に酒の提供停止を要請。酒類提供に関しては新たな一手も打たれます。西村経済再生担当大臣は、酒類販売事業者に対して酒類提供停止に伴う休業要請に応じない飲食店との酒類の取引を行わないよう要請したい。この発言に対し、約5000の飲食店に酒類を卸している明治屋は憤りをあらわにします。酒卸売業明治屋の忽那貴志社長は、私的には納得できないですね。いきなり酒類は提供するなと言われても、我々その後どうしたらいいんだという話になる。これまでの酒提供禁止で明治屋の売り上げは6割もダウン。取引先と長年の関係もあるため、政府の要請でも注文が入れば酒を販売せざるを得ないと話します。注文をお断りすれば絶対二度と注文は来ませんから。客の方もあそこ注文しても酒を持ってきてくれないとなると、他の持ってきてくれる業者さんを探しますから、届けないというのはかなり無理があります。取引契約書にも円滑に注文した品は届けるという風になってますので、実際前回の宣言中も取引先の約4割ほどに酒を卸していました。飲食店でお酒が飲めなければ、コンビニや量販店で買って路上飲みとか公園飲みをするんで、酒類の提供全部やめろというなら例外なく徹底してほしい。また酒を注文する飲食店側は、僕らは酒がないと利益も出ないですし、売り上げにもならないですし、酒販売業者さんも提供できないというのであれば、また新しい業者さんと提携して酒を提供すると考え方には至ってます。酒類をなんとか調達して営業していくと話します、との内容です。あくまでもこの発言は9日には撤回されたということを前提に話しますが、私の仕事には直接関係はないものの、以前から感じているように、断るごとに飲食店などが目の敵にされるのは個人的にも黙っておれん。西村大臣は先日にも、すでに過料が課されている店舗もあるが、引き続き要請に応じていただかなければ何度でもそうした手続きを取ると圧力をかけていて、飲食業界が反発するのも当たり前です。実際 NPO 法人日本公共利益研究所のホームページでは、居酒屋での酒類提供禁止がそもそも政令告示で定めることのできない措置を定めている疑いがあると記載されています。確かに店舗自体は場を提供しているだけで感染をさせているわけではないので、ある意味とばっちりですよね。このようにただでさえ酒類提供禁止に関しても疑問視されているのに、それを拡大して酒類販売業者にまで圧力をかけるのは問題でしょうね。もちろん酒類販売業者は猛反発しており、全国小売酒販組合中央会は9日に抗議文を出して、財政支援が担保されないまま政府が一方的に協力を求めることは承服できないと見直しを求めていますが、これに関しては確かにその通りですよね。自分が店側の立場であれば間違いなく暴れちゃいます。また西村大臣は一時
金融機関に対しても要請を行う姿勢を見せ、権限の乱用として議論を呼んでいます。もちろん圧力を受けた金融機関の間でも戸惑いが広がっているようで、朝日新聞の記事では、我々に監視役をやれというのか、資金繰りをどう支援するかが我々の任務だ、などといった不満の声が紹介されています。法的根拠が曖昧な上、お金を貸す強い立場を背景にした優越的地位の乱用とも受け取れますからね。それに関してはその後こんな記事も出ていました。結局西村大臣は9日にこの発言を撤回。記者会見では、金融機関は飲食店など多くの事業者と接点があり、日頃からコミュニケーションを取る一環として感染防止を働きかけてもらいたいという趣旨だったと述べ、融資を制限するということではなく、優越的地位の乱用には当たらないと釈明した。この苦しすぎる釈明に、ネットでは怒りの声が止まらない。弁明しても遅い。東京都内のすべての飲食店は、一致団結して、西村康稔を出禁にすべき。ほとんどお店潰れますけど、一生外食できなくてもいいってことですよね。都内で飲食店を営む男性も本誌にこう語る。五輪だけは開催しておいて、飲食店はろくに開店もできない。行き当たりばったりのコロナ対策にはもううんざりですよ。撤回したとはいえ、西村大臣のこの発言は飲食店に関わる人間は一生忘れないでしょうね。人間にとって欠かせない食を支える人たちの恨みは爆発寸前なのだ、との内容です。そりゃ爆発寸前になりますって。個人的にも飲みに行ったりするのは結構好きな方なんで、ここんとこ頻繁に馴染みの店が休業せざるを得ない状況になってたのは、まるで単なるビジネスマンに仕事したら罰金取るぞという感じで、見込み収入よりもはるかに少ない保証金で我慢しろと言ってるのと同じですからね。このように飲食店ばかりを標的にする理由はわかりませんが、もし飲食店を自粛させたいならば、保証をしっかりと用意し、主体的に自粛できるような体制を整えるべきですよね。一応西村大臣は自粛要請に応じる飲食店に対して、誓約書の提出を条件に4万円の協力金を先払いすると発表しましたが、飲食店にとって足りるわけがありません。結局、加藤官房長官が8日の会見において、酒類の提供禁止の要請を守らない飲食店に対し、金融機関に働きかけを要請するとした西村担当大臣の発言は撤回しましたが、今日になっても波紋は広がる一方ですから。酒が感染拡大の要因となっていることに明確な証拠がない以上、これ以上の締め付けは得策ではないはずです。こんな曖昧な理由で飲食店が追い込まれるなら、日本でのコロナ拡大の一役を担った可能性の高い二階氏に保証させればいいんじゃないですかね。ところで、一体二階さんは何してるんですか？